ヤーコブ・ヘルマン・クナップヤーコブ・ヘルマン・クナップは、ドイツ生まれで、後に、アメリカ合衆国で働いた医学者である、ガン科、ジビ科を専門とした、ナッサウ公国の同ーーンで生まれた。1854年に、ギーセン大学で、医学号を得た後、オランダのユトレヒト軍医学校のメ科学者である、ドンデルスやロンドンのウィリアム・ボーマン、ベルリンのアルブネヒト・フォングレフェ、 ハイデルベルク大学のヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツのもとで学んだ。1860年から1868年の間はハイデルベルク大学の眼科学の教授を務めた。アメリカ合衆国のニューヨークに移住し、外科医として働いた。1869年にニューヨークに研究所を設置し、1882年からニューヨーク大学メディカルカレッジの教授に任じられた。 1888年からコロンビア大学医学院の教授を務め、1902年に名誉教授となった。1869年にハイデルベルク大学の自備科の教授、モースと国際的な学術誌、アーカイブス・オブ・オフサルモロジー・オートロジーを創刊した。この雑誌は英語版がニューヨークでドイツ語版がドイツで発行された。1878年に 眼科の雑誌と耳鼻科の雑誌に分けられた。医学の分野で、網膜色素洗浄症、ナップトラコーマ監視などにクナップの名前が残されている。ありがとうございます。